エレンの硬質化、つまりこれは巨人をオルブドクへ入れてはならん。敵情固定法で何としても奴を仕留めよう。私も戦闘に参加したいんです、団長。どうか。君の考えは理解した。許可はできない。もっと私のこの体では止められない。部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。右腕を狙え。胴体を狙え。やりました。命中ですよ。でもこれじゃまだ足りないみたい。もう止まって。撃てー。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。巨人は待ってくれないぞ。装填急げ。左腕を狙え。目標に当たったみたい。効いてるといいんだけど。右腕を撃て。命中したぞ。うん、この調子で続けよう。左腕を撃つんだ。撃て。頼む、止まってくれ。壁の中には入れない。胴体だ。胴体を撃て。巨人の前進が止まらない。全く効いてないのか。撃てー。よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。俺の育った街が終わりだ。下がってろ。アルミ、二人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミは合わせてください。アルミ、
行きますよ。やったぞ、手応えありだ。サシャ、もう一度やってみよう。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。行きますよ。ごめん。いいぞ二人とも、もう一発食らわせてやれ。こいつ図体の割に腕は細いもんな。攻め続けてればそのうち。今です、攻撃。効いてるぞアルミ、もう一押しだ。程度の爆発でも両手に同時に当たりさえすれば。今です、攻撃。やったか。よし、体勢が崩れた。エレン、勝利。立体軌道でとどめを刺せ。これほどの巨体でも本体は縦1メートル幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して本体にとどめを刺せ。私の果たすべき使命、自分の運命に決着をつける。こんなに多いと見つかる気がしねえぞ。お父さん。くそ、どれだ。ヒストリア団長、わがままを言って申し訳ありません。でも私、これが初めてなんです。親に逆らったの。私が始めた親子喧嘩なんです。ポロストク防衛戦の最中、それは起こった。なぜエレンが巨人に。いつ、どうやって巨人の力を。とにかくエレンを食われちゃまずい。今は上からの指示に従うとしよう。やったよ。誘導した巨人を敵上固定砲で狙い撃ち。うなじに当てれば倒せるぞ。
た。状況が変わったとはいえ、自分で開けた穴を塞ぐ手助けをすることになるなんて。さあ行くぞ。ここで決める。任せた。兄、お前なら無事だと思ってたぜ。何としてもこの作戦を成功させるぞ。ライナー、あんた分かってる。私たち本当に果たすべき任務は何か。兄、この作戦を成功させなくちゃ僕たちはせっかくの手がかりを失ってしまう。倒すんだ。頼んだよ。よかった。さあ行くぞ。うまくいってね。これなら文句も言われないはず。次だ。しかねえんだよな。俺バカだからよくわかんねえけど。ライナベルトだ。ボニー、怪我はねえようだな。あんまり無茶すんじゃねえぞ。倒すんだ。うまくいったみてえだな。俺にかかればこんなもんだろ。制してんのか。まずいな。よかった。ベルトルト、ライナー、お前らの方はどうだ。うん、任務は順調に進んでるよ。ジャンも無事でよかった。よっと。よし、やってやった。ここで決める。任せた。よかった、いい感じで動けてる。でも油断は禁物だ。やるじゃねえか。近くの巨人は片付いたようだな。あとはエレンがうまくやってくれればいいが。これでよし。巨人どもめ、これでは拠点が立てられん。誰でもいい、大罰を手伝え。拠点の設置は完了したな。私の役目は済んだ。前線から離脱する。あの深淵団は。ライナー、行ってみよう。アルメーヘ、手を貸してくれ。この巨人、陽動にかからないんだ。奴は気功臭。エレンを危険にさらすわけにはいかん。やるぞ、ベルトルト。次だ。会えれなくなった故郷に帰る。
こんなところで死んでたまるかよ。ライナー、ああ、生き延びてみんなで故郷へ帰ろう。やるんだ。ただ休んでなんかいられない。いい動きをしているな。よっと、よっと、よし、巨人は大方片付いたな。この辺りはもう心配ないだろう。よっと、あそこにも深淵弾が上がってるな。よし、行ってみるぞ。よっと、分断だ。脱線しているのか。飛行士が大岩の方へ向かっているんだ。頼む、討伐に手を貸してくれ。奴を放っておいたらエレンが危ねえ。俺たちも討伐に向かうぞ。待って、巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。これなら作戦もうまくいくだろう。この辺りで一度成り行きを見守るとするか。エレンが食われるかもしれない。ああ、二人とも何の話をしている。俺の巨人ってマルコ。気は確かか。君らしくないな。今は作戦に集中しろよ。冗談なんだろ。いや、兄、助けてくれ。俺たちの会話を聞かれた。もう生かしておけ。ふざけるな、クシ野郎。ライナー、こっちに来る。兄、マルコの立体起動装置を発生。はあんたらの不始末だ、ベルトルトとやりな。お前あの時コニーを命張って、この悪の民族に情が移っちまったのか。違う、お前とお前の帰りを待つ親父が。うわ、やめろ。兄、な、それでこそ戦士だ。兄、よくやった。なんでそんなに急ぐ。まだちゃんと。おい、なんで。マルコは。
第57回エレンの捕獲は失敗だ。今は急いでストヘスクに帰還しよう。いい具合だ。今あるガスや刃だけじゃ足りない。帰還するにしてもまず補給してからだね。巨人に見つかれば簡単には振り切れない。戦闘は避けた方が良さそうだ。あまり考えなしに移動すると巨人に見つかる。奴らの動きを観察して慎重に動かないと。行く。やっ、まずはこれでいい。だけどこれじゃまだ心もとない。またどこかで補給しないと。戦おうか。やめた。無事に補給できたけどまだ十分じゃない。もう少しあれば多少は安心できるかな。巨人が集まってきた。早くストヘスクに戻らないと。やめた。ガスも刃もこれだけあれば十分かな。ストヘスクへ急ごう。倒す。これ以上巨人が集まってきたら見つからずに移動するのも難しくなるね。仕方ないね。こんなところに飛行士。倒すしかないってわけ。正直もう限界だけど、この長い野暮用もこいつさえ倒せば終わる。やっと終わった。長い一日だった。早く宿舎に戻らないと。兄は壁外領域の巨人たちを退けて。ウォールローゼ壁面の穴を捜索していた調査兵団はウトガルド城で獣の巨人の襲撃を受ける。絶体絶命の危機に陥った104機の調査兵たちの中にライナーとベルトルトの姿もあった。彼らは巨人化したユミルの力と寄りによって座標がこの世で一番それを持っちゃいけ。くそ。まずいぞベルトルト。ユミル、なぜ助けに来たんだ。いや、それより今この巨人どもを片付けて
さっさとここを離れねえと。本当に何やってんだ私は。死にに行くようなもんだってのに、まさかこいつらを選んじまうとはな。すまん、クリスタ、許してくれよ。今はここで決める。クソ、キリがねえぞ。次から次へとしつけえな、巨人ども。このまま戦ってたら追い込まれる。物資が尽きる前に状況を打開したいが。放置された補給拠点がどこかにあるはずだ。そこに物資が残っているかもしれない。正気かよ、こんな時に物資の補給。いや、無茶もいいところだろう。だがな、補給なしで壁の向こうまでたどり着くのは無理か。援護してやらないと。補給拠点、読み通りだベルトルト。物資の確保はお前に任せた。ああ、任せてくれ。しばらくの間巨人の相手を頼んだよ、ライナー。人どもが邪魔しやがって。こっちは忙しいんだ。突っ込んでやがれ。早い。生きて帰るんだ。近くに別の拠点があるはずだ。そこへ向かってもう一度補給しよう。キノメス、やってやった。ほら、ほら、補給拠点だ。もう一度僕が確保に向かうよ。頼んだぞ相棒、巨人の相手は俺に任せとけ。こっちだ。ほら、見たか、刃ぶち飛ぶ。ベルトルさんは何をもたもたやってんだ。さっさと済ませろよな。まずい、早く物資の確保を済ませないと。このままじゃライナーたちが危ない。よし、ここで決める。ほら、うっと。
点にあった分は確保できたけど、きっとこれだけじゃ足りないと思う。近くに別の拠点があるはずだ。そこへ向かってもう一度補給しよう。ここで決める。あった、補給拠点だ。もう一度僕が確保に向かうよ。てくれたベルトルト、ひとまずは移動するとしようか。こいつらもう限界みたいだな。もしまた巨人に出くわしたら私がやるしかないか。頼んだ、了解。あれは飛行士か。今から奴を倒すだけの体力はもう。ベルトルト、正直俺は限界だ。お前だけでもユミルを連れて。ユミル、あいつ電源撤回だ。一緒に生きて帰るぞ。ああ、でいいだろう。なあベルトルト、俺たちはまだ生きてるよな。ああ、なんとか生き延びられたみたいだね。さあ、今のうちにこの場を離れよう。くっそー、やっちまった。ユミル、そりゃ故郷に行けば。私はもうユミル、お前の声が聞こえちまった。お前らがこの壁を壊、私はただお前たちの境遇を知ってるのは。ありがとう。女神様もそんなに悪い気。
ストヘスクで女型の巨人が調査兵団に敗れ、兄は壁内で囚われの身となった。そんな中、ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人、戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークは、どちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで一対一の戦いを行うことになった。どうしても戦士長の指示に従えないってなら、ま、力ずくで行かせてもらえますか。勝てるのか、あのジーク戦士長に。だが、もし勝てば兄を救いに行ける。本当に始まってしまった。ライナー、頼んだよ。へえ、なかなかやるようになったね。けど、まだまだお前は甘い。さすがはジーク選手長、強い。いけない、ライナーが押されてる。このままじゃまずい、立て直すんだ。俺は兄に言ったんだ、みんなで故郷に帰ろうって。うわ、凄まじい根性だな。まさかあそこから立ち上がってくるとは。ライナー、君は勝負はこれからだってか。まあそう来なくっちゃな、ライナー。面白くなってきた。それじゃあ延長戦と行こうじゃないか。もうライナーに意識があるかもわからない。だけど戦う意志はまだ残ってる。すまん、ベルトルト。片付いた。少し焦ったが、まあこんなもんだろう。勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後だ。座標のダッシュを優先。兄ちゃんならきっとどこかに身を隠して。しかしいくら兄でも。へえ、もう一度やってもいいんだぞライナー。ただ いえ。じゃあしっかりし終わりにしたいんだよ。壁上で待機する一行に四足歩行型の巨人が敵兵力の接近を告げる。今は兄のことは頭から離し、ただここで座標を奪還し乗る。散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れたい。本当は誰よりも正直今までと終わらせるんだろう。そうさ。じゃあな、頼んだぞ相棒。任せろ。
ライナーは巨人化したはずだ。合図はまだか。エルヴィン・スミス。いや、迷うな。先に殺すのは馬だ。エレン、まさか巨人の力。奴を壁内に戻すのはまずい。いや、待て。逃げるにし、そうか。奴らの狙いは俺のも。ったく、長かった俺たちの旅もようやくこれで終わる。エレン、お前さえ奪えればな。まぐれかもしれねえけど、お前には一度勝ってんだ。また勝って終わらせる。クソ野郎が、このままやられてたまるかよ。相手はあのエレンだ。だいぶ消耗させたようだが、油断はできん。クソ、俺がここで倒れるわけには。よし、このまま押し切る。さあ、再戦だエレン。今度こそお前に負けるつもりはない。第一なら俺は勝てる。単純な格闘能力なら兄の方が手強かった。ようやく倒れやがったか。今のうちにエレンを拘束しねえと。よし、今だ。この機を逃すな。兵士が動いた。来た、合図だ。ベルトルト、話をしよ。話をしたら全員死んでくれるか。僕たちの要求はわずか2つ。エレンの引き渡しと壁内人類の死滅。これが嘘偽りのない現実だ、アルミン。それは残念だよ。兄を残虐非道な憲兵から解放させられるのはもう君しかいないんだよ。このままじゃ兄は家畜の餌に。すればいい。本当に捕まえて。兄の話をすればまた僕が取り乱すと思ったか。いや、ただの時間稼ぎか。別の兵士に依頼。そこまで見えていて。確認したかった。君ってももう大。それは。いや、君たちは誰も悪くないし、悪魔なんかじゃないよ。でも、調査兵団に追い詰められた。ライナー、お前は運が良かったね。その後、ライナーたちはシガンシナクを離れてウォールマリア壁外を。帰るぞ、ライナー。俺たちはこのまま海岸に向かう。
と言いたいところだが、もう少しばかり戦わないといけないようだ。道中をうろうろしてる巨人まで向こうに連れ帰るわけにもいかないだろ。俺たちは3人、しかも手負いだ。切り抜けられるか。あれは拠点か。かなり古いが、調査兵団は壁外のこんな場所まで来たのか。とにかく向かうだけ向かってみるか。何か補給物資が残ってるかもしれん。巨人が嫌がるな。まずは奴をどうにかしねえと。やってやった、巨人の群れか。やっぱりそう簡単には返してくれないみたいだね。見たか。あぶねえ。随分と年季が入ってたみてえだな。だが物資の中には使えるもんもあった。探せば同じような拠点があるかもしれん。こいつを活用しない手はないな。やってやった。片付いた片付いた。さて移動を再開しようか。ここにも巨人が嫌がるのか。慎重に行かねえと。次から次へと。巨人の皆さんも頑張るね。やってやった。やいに仕込む。敵め後ろめす。片付いた片付いた。さて移動を再開しようか。ここまで来れば合流地点は目の前だ。あとは迎えの船を待つだけだが。巨人発見。接近してきます。戦士を向け迎え撃ちましょう。だな。巨人を連れて合流するわけにもいかないし、ここで倒しておか。行かないとな。一旦三手に分かれようか。それぞれ巨人を迎え撃つぞ。捕まってるだけならまだいい。だが最悪の場合、いや、考えても仕方ない。ほら、ほら、ほら、ほら。しかし、さっきは散々な目にあった。あの男、アッカーマン一族なのか。ここで決める。
どうだったライナー。このパラディ島で過ごした日々はまるっとで地獄でしたよ。本当にクソみたいな毎日だった、まあ、お疲れさん。ジーク選手、兄とベルトルトはもう助けられないんでしょうか。今それを気にする余裕はないだろう。俺たちは鎧まで失うわけにはいかないんだから。すみません、戦いに集中します。それじゃ、ひと休みと行こうぜ。いや、まだ終わってなかったか。これまた厄介そうな巨人どもがいるじゃないの。さっきの巨人たちより手強いだろう。二人とも、気を引き締めていくぞ。敵は三体。一人一体片付ければ済むってことだな。ほら、はっ、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 はっ。さすがはジーク選手、あの人はやっぱり特別なんだろう。はっ、ほら、はっ、はっ。よし、あと2体だ。踏ん張れよ、二人とも。後ろめす。こら、こっちだ。刃ぶち込む。ここで決める。だ、ここが正念場だぞ。見たか、こっちだ。倒しても倒してもキリがないな。もう十分だろ。帰るぞ、ライナー。逃げ切れましたか。のようだな。
さて帰るとしようか、我らが故郷へ。